はい、じゃあ後半の対談の方に移らせていただきます。よろしくお願いします。はい、後半はですね、理学療法士の方からの質問になります。はい、伊藤さんからですね、この質問で、産業リハビリテーションの推進とセラピストの産業保険分野の職域拡大について、国や県、自治体などで企業がですね、取り組みやすい補助制度や、認証制度などを導入できませんかということで、この方の方が実際産業リハビリテーションの分野で活躍されているということで、はい、こういった質問いただいてますが、いかがでしょうか。これ、結論から言うとですね、これからしっかり取り組まなきゃいけないという課題だと認識をしています。で、言ってみればその産業保険の中に入っていく、産業界の中で一番問題になっているプレゼンティズムっていう、結局はそこに出社してるんだけどもパフォーマンスが 100% 発揮できない、うん、で健康だけでも不あ病気じゃないけど不健康っていう方々なんですね。でこの方々の対応、その対象になる症状っていうのは一つはやっぱり腰痛の肩こりなんですね。ここ の対応っていうのは理学療法士の専門とするところが多いですので、それを勧誘することによってパフォーマンスのロスを防げれば、これも産業保険領域ではですね、生産性を上げるという目的にかなうので、今後絶対に必要で進めていかなきゃいけない。でもう一つ、リハビリテーションに関する小委員会っていうのを与党政府調査会の中に、立ち上げることができたんですけども、その議論を総して政府に提言書を出しています、はい。で一部はですね、今回の骨太の方針にも載せられたんですけども、その提言の中 です、ね、産業保険分野への理学療法士の活用ということを強く訴えておりまして、で今後の私たちの主要なですね、職域になるというふうに思っています。ですので今はまだですね、そこに関わっていらっしゃる方々はそれほど多くないということですので、これどんどん入っていっていただいて、そして実績を積み重ねることで制度っていうのは後追いなもんですから、うん、後からできるんですね、うん、だから現場が先行しますので、現場を先行させなきゃいけない、うん、だから今後私理学療法士協会の理事もしてますので、協会の方にもですね、そういう意識はありますし、産業保険分野に今後積極的に関わっていくという方向性を持っていますから、具体的な動きを今後していく健保組合であるとかですね、そういったところを通じて、そこに理学療法士が不定期でもいいけども入ることによって効果があるということになれば、常駐する企業に定員化するというふうな動きにも結びつけられると思いますので、ちょっと先の長い話ですけども、はい、そういう積み重ねが今は必要だと思っています。ぜひ現場ではもうデータを、しっかりと客観的なデータを現場で積み重ねて置いていただけると未来につながると、はい、でこれはですね、日本予防医学協議会だったかな、そこの先生が臨床なんですけど、産業医大の名誉教授になさっている方なんですけど、この方はその小委員会を招くしていろいろ意見を聞いたんですけども、ぜひ理学療法士に参加してくれという感じで強いエールをいただきました。でそういったこともありますので、今後しっかり進めていきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ぜひまずは現場でデータを積み重ねていこうということですね。はい、ありがとうございます。ちなみに同じような形でやっぱりオンラインでリハビリするとかっていうのも同じような形で必要性は最近特にコロナで感じているところはあるんですけれども、そういうのがやっぱり慎重にしながらも、成果を上げていくっていうところをですね、考えたとしては、コロナの前に、はい、中山間地域が加速化が進んでて、はい、でそういうインフラが乏しいんですよね、うん、でそのサービスを提供する側にしても結局移動に時間がかかってしまって、はい、見合わないという話になるので、うん、一定の数が集まったところにサテライトを作るという方法論しかないんですね、うん、ところがこれを持ってしまうと
サポートのしようがないので、オンラインということは絶対必須だよねっていうことで、私はコロナになる前から厚労省と話をしてたんですよ、はい、これ絶対やるべきだということでやってたんですけど、それからコロナが本当に出てるもんだから、ちょっとそっちの方にわっと話が行っちゃったんですが、遠隔医療ということが、お医者さんたちもこれも流れとして受け入れる傾向になってきてますので、それに伴って遠隔リハビリテーションっていうのも当然制度化されるというふうに思ってます。ですので今どういう形でやれば、その方法の発動に関して職の団体としてやっぱりそこで一定のスタンダードを出していくっていうことを求められるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。